こんにちは、日野です。今日は2回目の映像になるんですけれども、10月の11日ですね。今石山寺の前を通ってるんです。石山寺は時々たまに来るんですけれどもね、まあ、その季節によってそれぞれこう見るべきものがあって、なかなかいいところなんですけれども、長女がこの近く の大学に通ってますね。だからこの辺りをよく通るって言ってましたけれども、まあ、石山と言ってもね、ちょっとわからないと思うんですけれども、最近は体重も引き続きね、体重コントロールというかしておりまして、まあ、日々体重に乗るっていう、体重計に乗るというのがね、もう日課になってますね。お風呂入る前に必ず体重を測って、でそれをスマホでですね、記録していってます。で、記録していくとね、まあ、それが、記録データとして残りますし、まあ、一応その体脂肪とか、筋肉量とかいろんなものが出てきますので、そういったものもね、まあ、概算として参考値として見ていますね。で、まあ、最近はちょっとね、こう56キロの壁というのか、55キロ台っていうのがね、ずっといかなくて、どうやったら55キロ台になるだろうかと、まあ、いうことを見てたんですけれども、最近ようやく56キロを突破するというか、56キロを切ることができまして、55.8 とかね、55.9 とか、そのあたりで、また56キロに戻ってっていうような、まあ、56キロ前後ですね、をうろうろしているところです。まあ、もうちょっとね、55キロ台ぐらいに戻したいなというところはあるんですけれども、まあでも56キロいけてるんで、まあ今のところは十分かなという気はします。で、毎日乗っていくと、コントロールがね、非常にやりやすいです。これが体重計乗ってないとね、どんぐらいかっていうのは本当わからないので、データを取っていくっていうのはすごく、重要だなっていうふうに感じますね。先ほど、ズームセミナー、天と地のセミナーが終わりまして、林原ミレナ先生に、まあ、いろいろお話をしていただいたんですけれども、天と地っていうね、その場の改善アイテム、林原健先生が、こう、晩年ね、かなり研究されて作り上げたものになるんですけれども、まあ、それを、置いとくだけで、ね、場の改善をしてくれて、まあ、宇宙のエネルギーですね、隕鉄とか、モルバダイトっていう、まあ、隕石を置くということで、まあ、それによって、宇宙エネルギーを取り込めるというものになるそうなんですよね。だから、まあ、それを置くことで、場の改善がなされていく。で、前々から僕自身も場についてはもうずっとね、いろいろとかなりいろんなことをしてきました。で、その中でも、まあ、天と地っていうのはある意味こう最高峰的なものになるのかなという気はするんですけれども、まあ、今回、さらにこうレベルの高い天と地っていうのもね、ご紹介していただきまして、まあ、上位版と、最高峰のものっていう、まあ、大きく分けて2種類、まあ、実際には4種類あるんですけれども、上位版の2種類と最高峰のやつ、まあ、これが最終版、林原健先生が最終的にね、たどり着いた究極の天と地っていうことで、それも2種類っていうことで、まあ、全部で4種類を今回ご紹介させていただいたんですけれども、まあ、価格についてはもう非常にね、正直、今までの天と地2、天と地0とは、またさらにこう、飛躍的に値段は上がってしまうんですけれども、まあ、でもそれだけの価値は正直あるんじゃないかなっていうふうにね、僕自身も感じています。ですから、まあ、そういうふうに場を改善していくことで、自分自身の、運気もね、上げていくことになるなっていうのをね、なんとなく実感してます。ですから僕自身もその天と地、店には天と地0と天と地2を設置していて、まあ、自宅には天と地2を一つ、つけているんですけれども、なんかね、すごく、運気が
こう変わってきてるっていうのをね、感じていますね。で、まあ、その一つとして今日、セミナーの中でも少しお伝えしたんですけれども、断捨離、まあ、断捨離っていうかね、こう、整理整頓っていうんですかね、場の空間をもっと良くしたいなっていう、まあ、要はもっとスッキリしたいなということで、今まであまりにもね、物が多すぎたので、それをもう、今、毎日のように片付けていってますね。今、片付けるというか捨てていってますね。いかにいろんなものが、出てくるっていうのを、自分自身驚いているんですけれども、まあそういったものをどんどんね、こう処分していく、捨てることで、なんとなくどんどん空間が、隙間ができていく、空間ができていくと同時に自分の心もですね、非常にこう、クリアになっていくなっていうのを今感じながらやってるんですけれども、だから、まあその断捨離を使用にしたくなるっていう今状態ですね。なんか空間をね、もっと整えていきたいというような意識になっています。だから毎日とりあえずはもう時間を、その片付けの時間っていうのを別にちゃんとねもう取って忙しいとかなんとかっていうことではなく、その時間をしっかり取って、まあ、15分っていうふうに決めて15分タイマーを、必ずして、でその間、片付けられるところをどんどん片付けていってるっていう状況ですね。で、まあ、年末までにっていうので、目標がありますので、毎日できるところを少しずつやっていくと。で、15分って言ってると、まあ、結局、なんだかんだ言って30分とかね、してることもありますし、時間をこう、はじめ、こう、スローステップっていうのか、はじめのベビーステップってよく言いますけども、はじめの一歩を非常にやりやすいものにする。まあ、やりやすいっていうか、簡単なものにするっていうのは重要だと思いますよね。継続する上で。継続するのに、一番大事なのは、結局続けることなんですよね。何でもかんでも、いろいろやろうとして、僕も続かないことが多々あるんですけれども、でも習慣化するってすごい大事で、それはもう初めの一歩を非常に簡単なものにするっていうことですよね。まあ筋トレもね、やったりやらなかったりということが、まあ、続いていたので、最近はなんかその断捨離とともに自分の肉体もね、こう絞っていきたいなと、よりこう、筋肉もつけていきたいなっていうのがあるので、それを、定期的に週に、まあ、2回ぐらいはね、少なくとも筋トレをしていこうということで、それも本当にもう簡単な、4、5分で、3、4分ですかね、実際には。それぐらいで終わるような筋トレっていうのをね、して、もう少しずつやるっていうのが一番ですよね。初めからいろんなことをやり出したら、結局続かないんですよね。だから、初めはもう簡単なものからやっていく。で、それを続けていく。まあ、スクワットでも、1日10回からね、続けていくとか、とにかくやるっていうこと。で、それを、継続していく。簡単なステップを継続していくっていうのが一番いいなと感じています。それがもう習慣化のコツですよね。まあこちらの、麦芽豆乳という今の飲ませていただいています。ですから習慣化っていうのは、まあ僕もいろんな習慣ってあるんですけれども、そのメールマガジンもよく週6日続けられますねって言うんですけれども、まあ、これも本当に習慣ですよね。書くっていう、で少しでもいいから書くっていうね。まあ、最近はちょっとかなり長文化してしまって長いですとよく言われるんですけれども、とにかく毎日出すっていうことですよね。内容はどうあれ量をこなしていく。で量をこなしていくとだんだんと、磨かれていくっていうかね。まあ、僕自身まだまだ書くことに関してはまだまだだと思うんですけれども、とにかく毎日続けるとそれが継続して力になっていく。だから続けるっていうのはそうやってもうとにかく質より量ですよね。初めはもう当然質より量で量をどんどんこなしていくとそれが質が必ずついてくるっていうものがあるので、まあ、そういうふうにしても本当に簡単なステップからやっていく。だからメルマガも初めは週何日かから始まったんですけれども、時々こう気まぐれで書いていたのが、だんだんと習慣化されていって、毎日じゃあ出そうかっていう風になって、まあ毎日じゃなくて週6日ですね。週7日はさすがに、厳しいなというのがありましたので、とにかく1日は休みを設けてっていうね、それも継続のコツですよね。これを週7日ってしてたら、続いてなかったかもしれないですよね。もう毎日出さなきゃいけない。途切れたら、非常にこう、そこで、ね、途切れてしまう。だから、
1日間があればそこで休憩取れるわけですよね。でそれも週6日出すとは決めてるんですけれども、出せなくてもいいっていうふうに思ってるので、まあ、実際に今年もちょっとね途切れましたのでもう終わりにしますけれども、今年も、2日ぐらい休んでますので、出せなかった時がありました。でその時はもうそれでいいやっていうことで、出せなくても継続、その時はできなくてもね、それはそれでいいというふうに、認めるっていうかね、思うことですよね。あまりそこで続けなきゃいけないとかって思っちゃうと非常に苦しくなりますので、まあ、そういうことをあまり考えずに続けられなくてもね、一旦途切れてもいいと、でもまた次の日から、再開すればいいという、そういうふうな緩い感じでやった方が継続できると思うんですよね。あんまり自分に厳しくしてしまうと非常にしんどいですし、何より楽しくないですから、楽しさがないとね、本当にやってて意味がないというか、まあ、楽しみながらこう継続するっていうのが一番いいと思うんですよね。まあ、そういう意味では僕自身も楽しみながら興味を持って書きたいことがいろいろあるからそうやって書けるんだと思うんですね。まあ、そういうふうにね、続けて習慣化すればいいんじゃないかなっていうふうに思います。楽しいということと、自分がやってて非常にこう興味関心があってそこに夢中になれるっていうものを継続していく。だからもしそうなれないんであれば、そのようになるように工夫していったりね、なんか自分で考えて、楽しくするにはどうすればいいかっていうことを続けていくっていうのをね、意識すればいいんじゃないかなというふうに思います。ということで長くなりましたけれども、今回は以上になります。ありがとうございます。